すべての食事は美味しいですし、ですから、まあ、果物も美味しいですよ。白川青空この町は初めてですけれども、まあ、台中では何軒か行く店はありますけど、我的家乡基隆的庙口啊，基隆的庙口啊，有一间卤肉饭。乡内银牙灯的麻糬是要经过油炸。苦が売りっぽくなくて、最初飲んだ時はレモンっぽい感じで最初苦いちょっと苦いが残るとか。三重其实三重好吃的东西很多。啊，很多吗？很多很多。気に入った店教えていただけるか。あんまり言っちゃうとね。我不会哭的。哭啊。本当に美味しいのかなとか。絶対カメラ目線じゃないですよ。台湾って素晴らしい国だと思ってもらえると思うんですよ。それはもう自信があります。日本から初めてもし台湾に来る人がいたら、それをものすごく来てよかったと思ってもらえると、これはもう自信持って言います。高雄にやってきている松ルイフォン夜市で鶏の唐揚げの店にやってきました。シャンシンチバイ行く。シャンシンチーパイというのはタイ式の唐揚げのようです。上には玉ねぎがたっぷり乗っています。これがね、シャンシンチーパイ。もうすっごい赤いのまぶしてたけどね。あ、でも赤い割に辛くないのはこれソースがあんまりかかってないからかな。なんとなくシャンシンはイメージの中でこう理由は想像つくんだけど、こういかんせん日本人の感覚だから違うかもしれんもんね。でも12歳未満はね食べちゃいけないんで、やっぱ辛いからでしょう。でもそんなに辛くないな。为什么シャンシン？因为我们是加了洋葱，然后它主要是因为泰式口味，嗯，口味的，微酸、微甜、微辣。啊，辣的。啊，这二十岁为满。因为它可能跟大跟小辣，然后就是小朋友，有些小朋友不敢吃大那个大辣，然后我们又可以用辣椒粉来区分。啊，小孩子的辣的啊。这个，那玉ねぎとソース。ちょっとタイ風味、タイ語ね、タイ風味のソースと、あ、少し今ピリ辛きた。玉ねぎを入れたらかなりピリ辛が来るけど、そこまで嫌な辛さじゃないし、何よりちょっと驚いたのはね、この鶏肉のサクサク感がすごいんだよね。だからシャンシンチーパイってなんか辛さの方に注目するけど、この鶏肉のサクサク感のうまみって、ね、結構あるよ。うん、鶏肉のジューシーさに心打たれた松でした。日が変わって松は高雄市内を移動。結構やっぱり、いつもこれは思うけど、南部ってのは日差しがねあるね。うん、あら、あはは、谢谢谢谢、看到吗？看到本人亲吻过。あはは、犬が。松がやってきたのは、ゾーインクのシャオピンの店。さあわん、一個ゾーンホイシャオピン。总会的，总会的，总会的。
ゾンホイのシャオピンを注文した松。地元の人が知る名店といった佇まい。店頭に並ぶいくつもの具材を詰めていきます。ボリューム感はもちろん野菜たっぷりで栄養満点です。ゾンホイシャオピンね、これもいろいろ入ってんだよね。何種類ですか？8種類ぐらい。なんかいろいろ豆腐のね、あの干したやつとか、野菜がもういっぱい。うん、おおお、卵が。卵がね、もうすごいあのプリプリ、黄身が、うん、であの台湾独特のね香辛料、このね香辛料の味っていうのをいつも何と表現したらいいのかが、八角と言われてるものなのかよく分かんないんだけど、日本ではあんまり使わない香辛料やね。でそれがねこう入ってくる、うん、でこれはあの日本人は食べつけないけども、台湾でよく食べる味、なんて言うんだろうね、多分一回でもこう名前を聞けば分かるんだと思うけど、こう香辛料の味を、それかもう野菜のねシャキシャキ感がすごい、もう口に入れたらもう卵のプリプリと野菜が、あーすごい、卵がとろけます。材料だね、材料啊，凉拌的啊。没有，你是黄瓜，给你讲。冬瓜，黄瓜，黄瓜，然后葱姜，酸菜，两杯。酸啊，酸菜。榨菜。榨菜。两杯。萝卜干。萝卜啊，萝卜干。对。豆干。豆干。这笋丝。笋丝。哎，对。哦。六个。对。六个哦。具はご覧の品々。生地も手作りで独特のもちもち感があります。お、このいろいろ入ってて、で奥にこっち側にあの卵のプリプリがあって、こっち側にこうねごまとね高菜がピリ辛ですごくあのシャキシャキしてね。食感にいろんなこうアクセントがあって、食べ応えもすごい十分や、うん、これもかぶりつくのいいね、うん、南部の街で人々の生活感を感じる一品でした。